ジャニーズ事務所の子ジャニー北川元社の性加害問題をめぐって事務所の名前の存続問題視されている中ジャニー氏が残した作の継承についても議論が始まっている9日同がプロデュースしたミュージカルドリームボーイズが東京国劇場で開幕主演するスノーマンの渡辺翔太30はいただいたことを全力でこなすと 指名された以上は続け、行く以降だ。ジャニーズ事務所の会見から2日未後、所属タレントが報道陣の前で言及するは初めて。事務所が新体制になった中では、にコメントをと質問され、渡辺は、事務所が大な転換期を迎えている最中で初日を迎えた、失った状況の中で、お客さんが足を運んでくることに感謝していますと、神妙な面持ちで、た タレントができることは、仕事を全力で、でお客さんに笑顔になってもらうことと、くも、共演するストーンズの森本慎太郎、26、は、新体制で先が、うなるか正直分かっていないところもあり、すけど、ステージに立ってできることは最大、死体と複雑な共中を明かした。ジャニー氏、作、構成、演出し、4年に初演されたミュージックル、制作の東宝は、 成果外問題の報道を受けて、年ポスターに入れてきた、エターナルプロで、サアのジャニー氏の名前を、総合的な判断、外した。若者たちの対決を軸とする作品。2019年課は、キンキキッズの堂本光一、44が演出を担当し、演者たちの胸も描きたいと内容を変更。公演関係者は、堂本の演出になり5年目。今や、 内容も一新されたし、来年以降も上演が継続される見通しを示せた。他に、ジャニー氏が手掛けた作品では、ABC、Z 主の、ジャニーズ伝説が終了する。ジャニー氏のイサをたどる内容のため、舞台関係者は、さすが、今後上演することはできないと説明した。こと、1月に上演されている、ジョニーズワールドは今年から東山のり社、56、 と、ジャニーズアイランドの井ノ原義彦社長、47、本の3人が演出し、すでに内容を大幅に変更。10月、演予定の、少年たちは、スノーマンの岩本テラ30、が演出する。前関係者は、共に相当ブラッシュアップが進む、でおり、今後も上演継続を模索していくので、ないかとしている。頼む、飛ばせてくれ。 フライ、グおねだり渡辺と森本は見どころも意欲的語った。4年ぶりに客席上でのフライングに超。オープニングで森本エンディングで渡辺が見、最高と口を揃えた。復活のきっかけは自家、半渡辺はおねだりしました。どうしても帝国場で飛びたいんだ。頼む、孝一。飛ばせてくれと、たとちゃめっけたっぷりに明かした。 堂本主演舞台、エンドレスショックでもフライングは見どころ。堂本は、劇での稽古で、森本に、飛んでくださいと陸、すスとされると快諾し、熟練の技を披露。目線や、の使い方、姿勢の保ち方を指導した。森本は、が、濃いと思っちゃって、見とれて、稽古になら、勝った。すごい綺麗でしたと解雇。渡辺と、 森本は捨ての美儀で作品に彩りを添えた。渡辺は入所、ラ18年で歴史ある定劇で主演。ジュニア、時代に何度も立つ、他ステージへの凱旋に、この配役で帰ってくことができて、すごく今胸が、いっぱいと考えよう。